はい、こんにちは、たけぽんです。今回のテーマは、自転車に乗った人の書き方ということでお話をしていきたいと思います。これ、一番悩むのは、人から書くのか、自転車から書くのか、ここですよね。僕は人から書く方が書きやすいんで、人から書いていきたいと思います。で、この絵の大まかな当たりを書いていく順序なんですけれども、まずは頭を書くと。で、次に、体と肩、肘、手、膝、足。こういった関節の位置を決めると。で、関節の位置が決まったら、体の形を出す。で、その次に、自転車のフレームを描いて、タイヤを描く。こういった順番で描いていくことになります。これらを順番に解説していきますね。では、まず、頭を描くからですね。横側を描くときは、まず頭蓋骨の形を丸を描いて、顎をこうやって描いて、で、鼻を描いて耳をつける。こういった手順で簡単に当たりを取ります。それから帽子をかぶせて、サングラスをつけて首をかく。こういった要領ですね。次に体と関節の位置を決めていきます。で、まずは肩の位置を丸でこんな感じで書いてから、上半身の大きさを決めるんですね。上半身はだいたい頭2個分の長さになってきます。で、腰の位置をこうやって決めたら、腰から線を伸ばしていったところに肘が来ます。で、肘は肩の位置よりも少し左寄りになります。で、肘からさらに線を伸ばしていったところに手を書きます。で、この手はちょうど顔の真下あたりに来るんですね。で、足は右足のペダルが一番下に来ている状態です。で、この時、膝は少しだけ曲がっている感じになるんです。で、逆に左足は大きく曲がっていて、膝はハンドルのそばに来ているっていう感じです。こんな感じで関節の位置が決まったら、軽く肉付けをしてみて、体の形を出していきます。肉付けをしたら全体のバランスを確認してみましょう。体の当たりが描けたら、次は自転車のフレームを描いていくんですね。この自転車のフレームも難しそうに見えるんですけれども、意外と一個ずつ描いていけば簡単に描けるんで、確かめてみてください。で、これは分かりやすくするために赤で描いていきますね。まずはハンドルを手に持たせてあげるように描いていきます。そうしたら、前輪に向かってフレームをこうやって書きます。タイヤの中心の高さは右足首の高さあたりで、前後の車輪の中心が高さが合うように意識をします。で、次はサドル、座るところですね。これがお尻のあたりに来ます。ロードバイクの時にはハンドルよりもサドルの方が上になります。で、サドルからギアの方に向かってフレームをまっすぐこうやって書きます。そうしたら、右膝の高さのあたりで前後をつなぐフレームをこうやって書きます。そして、前のフレームからギアの方に向かって斜めのフレームを書きます。そうすると、ここに逆三角形ができるんですね。で、この絵は原画写真と見比べると、この三角形がちょっと平たくなってしまいました。もうちょっとこれ、ハンドルとサドルが近い方が良かったかもしれないんですけれども、まあ、よしとして先に進めようと思います。そうしたら、後輪を支えるためのフレームを描きます。ここにも三角形ができる感じですね。この部分が後輪の中心になるので、前輪の中心と高さが合うようにしましょう。前輪の中心から上下左右にタイヤの半径の位置の目印をつけます。その目印を目安にして車輪を描きましょう。後輪についても前輪と同じ半径で車輪を描きます。これで当たりは完成ですね。あとはペン入れをするだけになってきます。はい、こんな感じですね。というわけで、今回は自転車に乗った人の描き方について解説をしてみました。この動画が良ければ、ぜひ高評価をお願いします。また質問とか感想のコメントもぜひよろしくお願いします。あと、まだチャンネル登録されていない方は、
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。